珍しいんだもん、あんたが早めに来てるなんて。そうなの。ま、今日から練習も大変だからね、頑張って。さてと、私これから保健室に行くの。ごめん。ところでマナミは一緒に来なかったのか。おいおい、遅刻かよ。意外と寝ぼすけなんだな、マナミも。意外と朝の奥様向けワイドショーが気になってずっと見ているのかもね。だってさ、向こうじゃ朝っぱらからスキャンダラスなニュース流したりしないじゃない。だから素朴なまなみちゃんには刺激が強かったりして。何言ってんだよ、バーカ。あー、疲れた。おっす、ナオリ、マナミはまだ来てねえのか。今日は学校休むってさっき連絡が来たんだって。今日は朝から貧血で倒れる子が多かったから、マナミもそうかもしれないわね。引っ越してきてからいろいろと大変だったみたいだしね。みんな朝飯抜いてるからじゃねえか。あ、そうそう、今日面白いこと聞いたんだ。宮本くんから聞いたんだけど、彼のお兄さんがこの学校でバイトしていて、昨日の見回りで怪しい人影を見たんだって。誰かが学校に忍び込んでたんじゃねえか。まあ確かにそう思って同僚さんと挟み撃ちする感じで追っていったんだって。挟み撃ちには校舎の間を使ったから、空を飛んで逃げる以外逃げ道はなかったって。窓も全部閉じられていたらしいし、泥棒捕まえたらそこの警備会社ボーナスが出るって言うから、二人は張り切って追い詰めたらしいの。でも校舎の間で二人はばったり出会ったけど、その怪しい人影はなかった。ねっねっ、不思議だと思わない？暗闇に紛れてうまく逃げただけじゃねえのか。そんなことは絶対ないって言ってたらしいよ。ボーナスもらえるからってかなりマジ入ってたらしいし。でしょ。だからもしかするとその人影はバンパイアで、今朝貧血で倒れた生徒を襲っていたのかもね。んなことあるか、バカ。
吸血鬼だったら夜出るはずだろ。だから人気のない暗いところにおびき出して。けっ、バカバカしい。まあ、非現実的なことあるわけねえじゃねえか。あれ、サイどうしたの。なんでもねえよ。そんなバカな話つまんねえよ。あ、ひょっとして怖かった。んなわけねえだろ。だが聞いて損したぜ。そうかな。空飛べる怪しい人影っぽいじゃん。毎日部活やってるの初めて見たぜ。ようやく真面目に大会狙うようになったのか。それとも治りのやつからまたうるさく言われたからか。ふーん、治りも分が悪い賭けをしたもんだな。お前くらいだったら余裕で選ばれるはずなのによ。そりゃお前が部活に出ないからだろ。まあ、あいつもそのこと言ってたんじゃねえか。まあ、あいつらしいな。お前の面倒を見るなら陸上部に入ればいいのにな。ああ、あのうるさい追っかけどもか。巻いてきた。そんな気色悪い呼び方すんなよな。違うと言えば違うんだけど、まあ
その…私、確かにマネージャーじゃありませんけど、田中先輩のお役に立ちたいんです。なんで先輩はすぐ陸上部の方に逃げていくんですか？別に逃げてなんかいないぞ。あたいはただこいつが真面目に部活をしているか見に来てるだけだ。もうこんなところに来なくてもいいのに。あのな、ミオカ、頼むからしばらくほっといてくれ。こいつと話があるからよ。そんな、先輩。すぐ済むから。わかりました。何かされそうになったら呼んでくださいね。困ってるんだから。あいつが困ってたから助けたのはいいんだけど、それ以来ずっとつきまとわれてよ。こっちがいらねえ世話まで焼いてくるんだよ。されてもあたいは全然嬉しくねえって。たく、ああ、なんでこんなことになっちまったんだろがあったんだ。お前はなんで陸上し始めたんだ？なんだそりゃ。3番ホーム東京方面行き、まもなく発車します。ご利用の方はお早めにご乗車願います。扉にご注意ください。まなみちゃん、
用でもあんのか？あたいは戻るぜ。もうちょっと練習するから。大会前に怪我すんなよ。ものってのはお前が好きなやつか？落ち着け。部長だってわざとじゃないんだから。そうだな。当然うちの学校で早いやつが出ることになるよな。ま、しょうがないさ。大会自体小さなものだし、そんな大人数を予選にかけて決勝するには時間がないんだろうな。今更どこ行っても始まらん。どっちか決めるしかないだろう。そうだな。近いうちに二人で勝負をしよう。それに勝ったやつが大会に出る。余裕そうな顔をしているな。よし、じゃあそういうことでいいな。レギュラーから降ろされたの？あ、どういうこと？そうだったの。でも、結局は誰が出るか決めるんでしょ？だったら勝負して決めなさいよ。勝負をしたくないわけでもあるの？
ないで辞退しちゃうの？そんなことしたら先輩怒るわよ。だったら来年がある自分は譲りますよってこと？じゃあもし来年あんたが同じ立場だったら後輩に譲ってもらうの？ごめん、言い方きつかったわ。でもね、私はあんたにそんなことで悩んでほしくないな。自分がいいって思ったことで後悔しながら生きていくのってやってほしくない。それだったら堂々と勝負して決めた方がよっぽどいいわよ。ねえ、あんたは何のために走っているの？私はそのために走ればいいと思うわ。
触らないで。するの。
つもドジでうつむいてばっかりの私でも、見上げればいつも優しく微笑んでくれるあなたがいたの。あなたの笑顔は元気をくれる。昔からそう思ってた。ううん、今もそう。安心するよ、誰よりも。お休みしていたから今は気分がいいの。そんなことないよ、弟の面倒ぐらい私だって見れるし、私だってそろそろ年頃の女の子なんだもん。これぐらい平気だよ。いつまでもあなたやナオリちゃんに迷惑かけられないし、だから見てて、私はここまでできるんだぞってところをね。来てもらったのに何もお構いできなくて、それに部活があったから疲れちゃってるのに。そう、でも練習今大変なところなんだよね。聞いたの。すごく頑張っているって。私、陸上競技ってよくわからないところもあるけど、絶対応援に行くから。今は大変だと思うけど頑張ってね。したの？でも、私が簡単に思っているより大変だよね。今の私はゴールであなたを待つことしかできないけど、いつか一緒に走れるようになればいいな。やだ、何言ってるのかな。私、あなたみたいに速くもないし、運動だって苦手なのに。走れたら楽しいだろうね。
こと言ってごめんね。でも私。あら、なんだあんた来てたのね。なおりちゃん、どうしてるかなってちょっと様子を見に来たんだけど、大丈夫そうね。うん、今日一日休んでたし。そっか、なら安心ね。気をつけて。今日はわざわざありがとう。じゃあ私も帰るわ。まなみ、また明日ね。うん、二人とも明日学校でね。